しょうもない話ですけれども、みんななんか貯金とかってやってます？貯金、 何円貯金とか100円玉貯金とか500円玉貯金とかありますけれども、僕この間500円玉貯金をしたんですよ。まあ、去年からなずっとやってて、まあこれをやろうと思ったきっかけが、うちの祖父母が500円玉貯金をずっとやってるんですけど、それをやっぱ見て500円玉貯金って面白いなと思って、なんか500円玉貯金って意外とたまらないんですよ。で、意外と使っちゃうんですよ。やっぱ500円ってあればあるほど使いたくなっちゃうんですけど、それをあえて使わないでぐっと貯めていく楽しさっていうのは意外と面白いです。ただやっぱりその千円札を切らなきゃいけないので、500円玉を出すたびに千円を削っていくみたいな感じをやってると、やっぱたまるけど、これ本当たまってるのかなっていうのは正直思っちゃいます。でもやっぱり何か夢中になるものっていうか、僕も500円玉貯金やった時にちょっと夢中になってたんで、夢中になることってやっぱりすごくいいことなんですよね。やっぱりさっきの枠の話もそうですけど、何か生きていくための楽しさっていうのはすごく大事です。例えば誰かを好きになります、でそれをその人のために頑張るとか、誰かのためとか自分のためでもいいけど、何か夢中になれるものっていうのは一個見つけてみると意外と面白かったりしますよね。例えば自分が応援しているタレントさんとか応援しているアイドルの子とか、その人のため、その人に会いに行くために一生懸命お仕事頑張ろう、一生懸命学校行ってみよう、いい点取って生かしてもらおうとか、何かやっぱり誰かのためとかこの目標のために頑張るっていう、何か夢中になれるものっていうのは必ず一個決めてもいいかなって正直思います。そうするとやっぱ自分の中で目標のために頑張ろうって気持ちが持てるので、意外と良かったりもするのかなと思います。やっぱ人生の中で、一度しかない人生の中で自分の夢中になれるものって多分これからいっぱい出てくると思いますけれども、まあ誰かを好きになりました、あの靴が欲しいとか、あの服が欲しいとか、まあ物でもいいです、何でもいいです。何かその夢中になれるものを見つけてみると、また違った景色が見えるのかなと思っております。僕もね、500円玉貯金やった時になんかそう感じました。まあ僕も年齢を重ねていくとやっぱそういう風に感じてきます。やっぱいろんな視野っていうか考え方、物の捉え方とかもやっぱ変わってきたりもするので、やっぱ今回一人なので、まあ、自分のことだったりとか、まあ、話さなきゃなと、まあ、いつも星野さんがいるのでね、星野さんとやっぱ話したりもするし、たまにはちょっと真面目な話もしても面白いかなということで、今回ちょっと真面目に話してます。やっぱその人生もそうですけれども、やっぱ自分が生きていく中で大事な部分っていうのは、何か夢中になれるものを一個見つけたりだとか、そういうのって意外と大事ですよね。僕はなんかそう感じます。まあそれはね、人それぞれですけれども、まあいいのかなと思いますけどね。まあそれがいろんなものにつながってったりするじゃないですか。人を好きになるもそうだし、まあ僕みたいに犬を飼ってる人とかまあそうかもしれないし、僕もそのとわのために頑張るとか自分のために頑張るってのはありますけど、やっぱそういう何か夢中になれる、誰かのために頑張るとか、自分だけじゃなくて誰かのために頑張ってみる、まあ誰かっていうのは別にそれはアイドルでもいいですよ、応援してる人でもいい、誰でもいい、その中でまあその、まあ、過度なそのあれはダメですけど、まあその思う気持ちっていうのはまあ人それぞれなので、まあいいかなとは思います。まあね、いろいろ話さなきゃいけないこととかも結構あるったりもするんですけど、去年実はね、計画してた自転車旅っていうのをやろうとしてて、要はとにかく自転車で行けるところまで行きましょうみたいな企画をやろうと思ったんですよ。自転車旅って意外と行けんじゃないかなって個人的に思ってるんですよね。はい。辛いとは思うけど、ある程度行けんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、やるにあたって、まあ、僕らと星野さんでやってもしょうがないんで、ちょっと皆さんにも参加していただこうかなと思って、要はあらかじめ事前に給水ポイントを作って、そこにちょっと来てくれる人いないかなっていうのを探そうかやろうかなと思ってます。まあいつになるかちょっとねわからないですけど、例えばそのね、東京タワーから神奈川県のあっちのなんだっけあそこ
まあ、例えば江ノ島だとして江ノ島まで行きましょうってなった時にある場所に給水ポイント作るからそこに来てくださいって言って来てもらってお水もらうみたいな感じでやろうかなと思ってるんですけど、来てくれます？意外ともう巨人負けてるやん。まあでもね、あの意外と面白かったりもするので皆さんぜひちょっと、まあ、もしやるってなった場合はぜひ皆さん来てください。で僕に助けてください。本当ちょっとこういう企画やるとねしんどかったりするけど、やっぱ皆さんの力があって成り立つ部分もあるのでぜひお願いします。はい、自転車ってさみんな乗ってるんすか？まず俺さ自転車さ意外とさ乗るんだけどさ、このあの事務所の人からもらったの。そう、実はもらったんですよ、事務所の人から自転車をね。でカラーが自転車の 色がオレンジ色なんですよ。オレンジ色で、オレンジ色の自転車はもうめちゃめちゃ目立ちますよ。めっちゃ目立つけど、いやーでもね本当に助かってますよ。自転車あるかないかでやっぱ全然違いますし、まあ例えば自転車乗ったとして、まあそう、これはちょっと本当にクレームもんになるんですけど、自転車って自転車置き場あるじゃないですか。で僕の家がちょっと斜めってるんですよ。でそこに自転車置き場があるんですけどね、風が強い日って自転車全部倒れるんですよ。でよくなんていうんですか、自転車の前輪だけを押さえて倒れないようにするみたいなやつあるじゃないですか。あれがうちにはないんですよ。だからこうなってて全部風が強い人は倒れるんですね。で持つところがこっちは大丈夫なんだよね、右側は。ただ左側はもうこうなってるんですよ。だからこうやって運転してるの今俺、ほんと。でこれを直してもやっぱこうなるから左足が全部当たるんですよ毎回。ほんと左足が当たるからもうさ超痛くて、もう毎回これやってるからもうこれそろそろ新車欲しいなと思って、新車をください、自転車新車。もうこうなってるから今自転車マジやばいこれ。でこっちもこうしようかなと思ったぐらいなんですけど、まあこうなってる状態で、もう本当に足が痛いのね、漕ぐたびに。意味がわからない。歩くと痛いのはわかるけど、こうなってて足が全部当たるんですよ。いやもう超嫌だと思って、マジで変えてほしいなっていうのを思ってます。はい、春もね新しくなったということで、春も、まあ、桜が咲いてますけれども、今ちょうど春が始まるといろんなものがスタートしますよね。新学期とか、まあ、新しく働く人とか、まあ、新入社員の方とかもそうですけれども、新たな生活、新たな、まあね、生活環境は変わるということで、野球もね実はもう始まりましたね。で今年その野球開催をしようかと、草野球なんですけど、プロ野球に負けじと草野球をやろうかなということで、メンバー、まあ、本当にガチガチのメンバーを組んでプロ野球、草野球に乗り込みに行こうかということをちょっと計画してます。まあ多分敵はね、おそらく少年野球の選手たちだと思いますけど、まあ大人だから基本勝てると思うし、マッチで全然やっても勝てると思うんですけど、まあメンバーをどうするかってとこで、まあまあ星郎さんもいるとして、俺も参加するとして、まあ一応トリックスターのメンバーたちも野球やってたってことで参加、5人、3人参加で5人でしょ？あとは、まあうちのスタッフさんの友達とかが何人か野球やってるってことで、まあ9人いればなんとかなるので、野球っていうのは。だからとりあえず9人さ呼ばなきゃいけない。で、これって本当にスポーツに対しての、まあ、クレームって言ったらおかしいですけど、特に野球っていうポジション、野球っていうスポーツって、左投げっていう選手ってすっごくかわいそうだと思うんですよ。で、これなぜかっていうと、右投げの選手って、守れるポジションが全部なんですよ。例えば、ピッチャー、キャッチャー、ファースト、セカンド、サード、ショート、レフト、センター、ライト。でしょ？もう9個あります。左投げのポジションって言われるポジションって、守れるポジションが少ないんですよ、まず。ピッチャーでしょ？ファースト、レフト、センター、ライト。これだけなんですよ。だから5個。ほんと、かわいそうで。で、僕も左投げなんですよ。だから、ポジションがないっていうのがすんごいきつくて、やっぱ左投げって意外とやっぱ重宝されたりするんですよ。やっぱいいねって左投げ羨ましいねってなるんですけど、意外と左投げってすっごい困るんですよね。ポジションがないとかもあるんですけど、ほとんどが今みんな左利きの人じゃ多いじゃないですか。
で僕ももともと左利きだったんですけど右に直されたんですよね。鉛筆だけ、鉛筆と箸、お箸持つ時と鉛筆とあとハサミと日常生活で使うものは全部右に直されたんですよ。で唯一直されなかったのがボールだけなんですよね。投げるのが左なんですよ。はい、まあこれはね不思議なのかもしれないですけど、投げる時ってその投げる機会が基本ないから、基本やっぱり左、元左利きの人って自然と左でボール投げちゃうんですよね。そう、でもお母さんとかお父さんが見てるところ、まあ、鉛筆とか箸とかってもう見えるからそれをやっぱ直そうとしちゃう。でそれでもやっぱおかしくなっちゃって、僕左右のバランスっていうのがバラバラなんですよ本当。だからもともと左利きだから右の握力ってすんごい痛いんですよ。でこの間なんだっけ、鍋かな、鍋を食べた時に締めでうどんを食べたんですよ。でうどんを持ち上げるじゃないですか、持ち上げただけで右手は腱鞘炎になったんですよ。もう握力なさすぎて、左はできるんだけど右がなぜか握力がないから腱鞘炎になっちゃって、でもうやっぱり持つ力とかもそうですけど、やっぱり直された分握力がないから難しいんですよ。でやっぱ持ち上げるのもそうだけど、あとは頭の回転、左利きの人ってもともと左利きの人は左回転で回ってるんですよ、頭の回転って。だから何かを混ぜるときも多分おそらくみんな左回転で回すんですよね。だから時計で言うと反時計回りで回すんですけど、僕も左利きなんですよ。で右手でお箸を持つんですけど、卵を溶くとこうなるんですよ。本来こっちなんですよね、時計回り回すんだけど左で回しちゃうんですよ。こうやって不思議でしょこうなっちゃうんですよ本当。で利き目とかいろいろあるんですけど、僕利き目左利き、左なんですよ。これね、実は利き目あります、人って利き目があるので。で左の方が僕視力が悪いです。やっぱ使えば使う、見てる視野っていうのはこっちの方がよく見るので、視覚目が悪くなっちゃうっていうのもあって、利き目も左、利き手も左だけど右に直された。サッカーは直されました、サッカーも左じゃなくて右なんですよ。ただ格闘技は左なんですよ。だからもうね、わけわかんなくなってきて、自分がもう何利きなの自分と思っちゃって、まあもう両利きでいいかなと思ってきて言ったりもするんですよ。ただやっぱり鉛筆とかボールを持つ、鉛筆とかお箸を持つ時はやっぱ右だから右に直さなきゃいけない。ただもうぐちゃぐちゃだからもうどうしようと思います。だから今のね子たちは多分自然と左利きは左利きでそのままねやってくれるかとは思いますけど、僕の時代ちょうど20数年前、もう20年ぐらい前ですかね、になっちゃいますけれども、そうなってくるとやっぱ時代も時代だったので左利きを右に直す人って結構多かったんですよ。特に僕の時代はそうだったんですけど、やっぱおぎゃおぎゃって生まれた時にも決まるんですよね、どっち利きかっていうのが。まあ僕は左だったのでそれを直されるだけでもすごい時間かかりましたけど、まあそれも気づかない間に親から教えてもらいました、もともと左利きだったっていうのは。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、あとは通知のベルマークの方をオンにしていただいて、コメント何時もお待ちしております。バイバイ。